全国宅建受験生の皆さん、こんにちは。2018年、合格に向けて、皆さん頑張っていらっしゃいましょうか。今日はですね、私のですね、講師企画という、レクには講師企画という、講師がオリジナルで、ね、作る講座がございますが、毎年やっておりますが、こちらのですね、筆質重要論点演習59、そして民法ロジック10か条というですね、こちらがどんな講座なのかというですね、まあ宣伝、簡単には宣伝ですね、それをさせていただきます。で、まずはですよ、この民法ロジックっていうところなんですけど、道場の統括目標で民法暗記しなくてもある程度得点できるようにすると、民法って覚えなきゃいけないというと条文だけで1000条以上ある。あと判例なんかももう可能性があるものもやっぱ何万とかあるんですよね。そんなの覚えてらんないよと考え方です、ね、かわいそうな人保護するとか、善意の人保護するとか、悪いやつは保護しないとか、いやなんだそんなの当たり前のことじゃんという、その当たり前のようなことからどういうものが作られてるのか、どういう問題作られてるのか、結構そういうところで取れる問題多いんですよね。だからどうでしょうね、例えば民法ってあれ俺あんまり勉強してねえんだけど権利取れちゃうんだよね、あんまり私勉強してないんですけど民法取れちゃってどうしましょうと、ちょっと変な質問なんですけどね、できちゃってどうしましょうみたいなね質問がやはり毎年あるんです。それはね、その方と民法の考え方が近いから当たるんですよ。問題読んで図を書いてそこに当てはめて自分でどっちがマシかなっていうのが当たるんですよ。この解き方というのは素晴らしい解き方なんです。なぜなら自分の感覚現場で考えてそれでできる問題民法には多いんですよ。で、じゃあ民法はどうでしょう、常識で解けば絶対できるか、民法は人間の常識当たり前じゃんと思ってることがってことなんですよね、じゃあそのっていうところを覚え込んでいくとまあかなりの点数伸びていくんです。だけどやっぱりそれは大変なんですよ、作業としては。あと民法は問題文を読むのが長かったり図書いたりして複雑、言ってることも複雑だから大変なんだけど、でも現場の考え方で取れる問題というのは絶対に増えていくんです。だからこの民法ロジックというのはまずは民法で難問が出てきたとき、権利関係でも民法だけじゃなくて借借法ってありますよね。賃貸借借借法というのはちゃんと覚えて取る、これね直前期でもやった方がいいです、費用対効果いいんで。でもこの民法の考え方でやるというのは難問が出たときにすごく有効なんですよ。これなるべく暗記をせずに、そして点数を伸ばしていこう、これが民法ロジックというものでございます。だからこれねハマる人はすげえハマってね、いや毎年いや民法ロジックのおかげでね10点超えたんですよ、今までね5、6点しか取れなかったのかと、いや嬉しいことですわね、でもハマんない人はハマんないですね、これねハマんない人はねやっぱり自分の価値観に肯定しちゃうんですよ。だからこの民法ロジックっていうのは聞いていただいてね、素直にそのまま素直に考えていただけると素直にできるようになるという、自分のこの宅建試験というのは大人の試験だからね、こう指導難しいですね。私もね小学校中学校のね塾の先生って、学生時代やったことあるんですけど、まあ、あら楽ですね。もうねみんなね言う通りにやってくれるんですよ。ところがねこの大人は言う通りやってくれないですよね。だからもう民法ロジックも言う通りこの感覚でやっていただければ民法だって7点半分なんて落とすわけねえよなんですけどね、だからここのところは、まあ、民法は素直に解く、じゃあその素直に考え素直に解くっていうのはどんなふうにやるのかというね、それがね民法ロジック、まあ最後の方ギリギリになりますが、民法って直前で追い込みなかなか効かないんですよ。覚えるなんていうことは広すぎるから費用対効果悪いから、だけど考え方で取れる問題、そういったものをね作っていこう、これが民法ロジック10か条というところです。あとは筆質論点演習59というのは59個なのかっていうと、こういう名前付け方ごめんなさい、私適当なんでね、合格の5、9が語呂がいいからっていうそんなノリで決めちゃったんですけど、まあ、これその2、宅建業法法令上制限は合否を分ける問題を用いて知識が曖昧な分野を明確化する、これ本当ギリギリなんですよ。日程が10月9日12、16試験直前ですよね。直前にやってて大丈夫講座なんでと、例えばこの論点59っていうのがあるんですけど、これねここにも書いてあるように合否を分ける問題ってありますよね。重要な問題というよりは合否を分ける問題、いやもちろん重要だから合否分けるんですけど、合格者は正答率が高い、不合格者は正答率が低い、そういう問題だけ扱います。だから例えば宅建業法で30日以内に届け出、罰遅滞なくだよ、取引士は遅滞なくだよとかね、それは申し訳ないけどできて当たり前の問題、そんな誰でもできる問題扱いませんと、合格者は取るけど不合格者は落としちゃう、例えば問題の言い回しの引っ掛けで落としちゃったりとか、
あとはそうですね、合格者はちゃんとしっかり過去問が出てるから覚えてくるけど、不合格者はフワワーンと、業法ってどうしてもね、フワワーンとなんかふわふわってやってるとね、外すんですよ。自分の感性と合う問題だと当たるけど、ふわふわってやってるとダメ。そういったところの合否を分けるところを徹底的に最後に見直す。だから合格レベルにある人はこの59って聞くじゃないですか。うん、問題できるよ、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 ここでやってること全部この時期できるよってなったら落ちるわけがないです。逆に、うわまた間違えた、うわこれもあやふや、これはできたな、あこれはでもダメだった、そこを徹底的にやるために最後の最後、合否を分かれる問題を徹底的に講座で耳で聞いて、そしてギャー言われて頭に入れてしまうという、それがね59という講座なんです。だから、まあ、ラスト1週間前に優先順位はっきりさせ、本気の追い込みをする、そのためのね超直前燃料補給企画というね、その最後の最後に燃料補給する、やる気、そしてモチベーションを上げるための講座でございます。で、まあ、こちらのところにもございますが、必需要論点というのは2回に分けてあります。1回目が宅建業法で、2回目が法律上制限と、まあ、若干ずれは出る可能性ありますが、この2日間ですね。あと民法ロジック10か条というのは10月16日にね、これまあ生講座なんですけど、ね、通信はもっと早撮りして同じことをね、ウェブとかで DVD でお送りするんですが、まあ、民法ロジックは16、民法なんて直前期考え方なんてもうやってるご自身でやってたら時間もったいないです。ここで聞いて考え方を見て、あとは賃貸借借地化法とかね、あと不動産と共区分所有法とかって、まあ、やってた方はね最後の最後見直すだけでね拾えるもの多くなってきます。そこら辺はご自身でやれるものをやっていただいて、考え方というのはなかなかやっぱりねご自身だと勉強しづらい、しかも時間かかる、それをね聞いてしまっていただいて、要力効率よくやっていただこうというね、ものでございます。なので、まあ、この59、10の、10か条というのは合格するためにはね、必要な知識がふんだんにね、盛り込まれてますんでね、まあ皆さんね、ぜひお時間と、そして、お金に余裕があれば、ね、まあ、余裕がなくても、ね、ぜひ参加していただければね、ありがたいかなと思ってます。はい、まあ、最後とにかくね、まあ、勉強というのは最後は自分ですからね、皆さんは本当に努力しないと、本当に直前期はね、辛くて大変だと思うんですよ。本当にきついとは思いますがね、精神的にね、楽しんで、残りの期間頑張って宅建試験合格すると決めて頑張ってください。以上でございます。はい、それではですね、本日のね、お話終わらせていただきます。ぜひよろしくお願いします。